今回は前回の動画に続いて神戸から富山まで向かいます。新快速でも十分な距離なんですが、荷物が大きかったので特急を利用しました。列車はおよそ4分で終点の大阪に着きます。北陸線の特急サンダーバード17号枕元線行きは10時42分、11番乗り場から発車いたします。さて、今回の主役サンダーバード17号がやってきました。この列車は1日1本だけ枕温泉まで直通するちょっとレアな列車です。今回はこの列車で途中の金沢まで乗車します。グリーン車の座席は横3列配置となっています。今回は一人掛けの席を利用しました。肘掛け下にはコンセントが備わっています。肘掛けの蓋を開けると片方にはドリンクホルダー、もう片方には折りたたみ式のテーブルが収納されています。さて、早速ですがお弁当タイムです。今回は山陽新幹線岡山開業50周年記念弁当を大阪駅で購入しました。かわいい500系のお弁当箱の中に山陽新幹線沿線の名物としてサワラ、カキ、アナゴ、タコ、すき焼きなどが詰め込まれています。ところで、このサンダーバード号ですが、再来年には金沢方面への運行が廃止されることがほぼ決定的となっています。その鍵は次の停車駅敦賀にあります。奥に立派な高架が見えてきました。現在は東京から金沢を結んでいる北陸新幹線ですが、
2024年の春にここ敦賀まで延伸開業の予定となっています。そうなるとサンダーバードはここ敦賀止まりとなり、金沢方面へは新幹線に乗り換えなければならなくなってしまいます。北陸新幹線の開業によって東京と北陸が短時間で乗り換えなしに行き来できるようになる反面、大阪方面からのアクセスは乗り換えが発生した上に値上げも伴い、時間短縮効果も限定的という現象が起きてしまいます。一見華々しい新幹線開業ですが、光の裏には影もあるということでしょうかね。ちなみに将来的には北陸新幹線は敦賀から先大阪まで延伸される計画となっています。さて金沢駅に到着しました。切り離し作業も見ていきたいところですが、のんびりはしていられません。8分後に発車する富山行きの新幹線に乗り換えなければならないのです。ちなみに2015年に北陸新幹線が開業する以前は、大阪から富山までサンダーバード号が直通運転をしていましたので、ここも新幹線の開業で手間が増えた区間となりますね。もっとも私のような乗り鉄にとってはいろんな列車に乗れて嬉しくもありますけどね。こちらの敦賀712号で富山駅まで向かいます。では早速車内へ入っていきましょう。北陸新幹線のグリーン車には初めて乗車しましたが、のぞみ号とはまた違った上質感あふれる雰囲気がとてもいい感じです。シートに座るとこんな感じとなります。フットレストはついていませんので足元がより広く感じます。テーブルはこのように大型のものがついています。スライド機能もついています。肘掛けにはドリンクホルダーが、そしてリクライニングとレッグレストをすべて展開するとこのような感じとなります。取り忘れましたが、もちろん一人一つコンセントがついています。肘掛けの内側にはこのようなボタンがあり、シートの操作は電動となっています。
て、まもなく終点の富山に到着です。今回は2回に分けて広島からの移動の様子をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。株主優待券を活用してグリーン車を利用し、お得に快適な移動ができました。かかった費用などについては前編の動画でご紹介していますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではまた。